スした夕立のような別れ話。そっか、仕方ないね。お水はあげてね、シュラバン。そのままバスに乗って行ってみたかったカフェに行って、どっか知らないけどアフリカのコーヒーを飲んだ。君がいないとなんて嘘に溶けていても、窓の向こうには今日も素敵な世界が回ってる。そう、シュッシュッ、それはタムル、少しだけプップー、そうね、その程度のこと。シュッシュッ、こんな気分して、ベリーソースパンケーキチャレンジしたけれど焦げた。あげる人いないから覚悟決めて全部食べた。ベリーと焦げのコントラス一回に行けちゃったんだけど、君に会いたいよなんて泣き続けても、窓を開ければ今日も眩しい世界が待ってる。そう、シュッシュッ、それはタムル、少しだけプップー、そうね、その程度のこと。シュッシュッ、こんな気分話すよプップー、君はその程度のヒーロー。シュガー毎日ないと生きれない。注ぐのは私じゃなくて構わない。私もシュガーマン、乾いた涙に目を探せばいい。終わりは始まり、シュッシュッ、それはタムル、少しだけプップー、そうね、その程度のこと。シュッシュッ、こんな気分話すよプップー、君はその程度。シュッシュッ、それはタムル、少しだけプップー、そうね、その程度のこと。シュッシュッ、こんな気